ではこれより第10何回だったかよ。13回だ。13回。あ、13回か。第13回壁外調査を始める。進む。了解だ。了解です。テンション高いの私だけだ。誰もついてきてない感じしたぞ今。おい、ミカサ見ろ。はい。お、かっこいいな。え、お、すごいだろ。立体軌道だ。ミカサ、お前も使えるぞ。え、ほんとだ。え、いいな。なんでいや、ミカサ、セルフ効果も使える。おい、ミカサはそんな言わねえだろ。効果音。ミカサ言うのか。ちょっと言ってみてくれ、効果音。かわいいな。かわいいな。やばい、恥ずかしいな。ちょっと。アルミン、息してるか、大丈夫か。息してるよ。タメ口。タメ口使うんじゃねえ。お前、まだ私生きてんだ。タメ口使っちゃダメだろ。スミス君にちゃんと謝んないとだぞ。誰がスミス君だ。お前もお前、口抜きとか気をつけろ、エル。すみません、エルビッター長。私のことスミス君って言ってるのは兄ちゃんぐらいだぞ、お前。そうだよ。私だけ。そういえばアディってなんかキックの練習のサンドバッグが欲しかったんだな。ここにエルヴィン団長がいるからこいつでキックの練習しね。もう練習すんじゃねえ。私はエレンがいい。俺でキックの練習。兄にエレンは渡さない。私はミカサより可愛いもん。私だって可愛い。可愛い。安心しろ、ちゃんと可愛いぞ。ありがとうございます。ハンジさんだって可愛いよ。女性枠だし。まあ、僕が一番可愛いんだけどね。いや、お前男だろうが。私はどうなんだ、私は。エルヴィンは、トツ枠じゃないですか。眉毛枠だから。誰が眉毛だ。なんか私だけ枠組みおかしくないかぞ。俺も人気すごいだろ。そうだね。リヴァイはまあ、タラクさん枠だから。誰がタラちゃんだ。タラちゃんじゃないって。違うかったね。早かったね。ミカさんにもいじられてるからだ。あのネクラ野郎、いつか叱るべき報いを。それ私のセリフ。それ俺のお前のセリフ。自分のセリフまで。あ、銃声目標目の前。だいぶ巨人いると。10メートル級目の前。10メートル級、了解だ。10メートル級。総員撤退。撤退すんのかい。お前、13回目壁外調査始まったばっかりだぞ。下手入って。10メートル級、10メートル級で終えんだ。こんなところで下手ってる場合じゃないぞ。そうです、ハゲ。そうだ、本当に。下手るのは髪の毛だけ。今、ハゲっつってか私のこと、聞き逃さんからな、私。聞き逃さんな。ちょっと、ミカサ大丈夫か。私が守ってる。はい、大丈夫です。私の援護はいらんってか。いや、そんな、いや、大丈夫。すま、困ってるな。すまなかった。ちょっと圧が強すぎたんだ、エリン。もうちょっと眉毛を薄く細く。眉毛薄くしねえ。眉毛関係あるのか、私。あれが濃いんだよ。私の顔に茶碗つけおってるか。圧圧、それで、それで。すごい圧が。あ、それで、それが、ちょっと気をつける、今度から。スミス反省。いやいやみたいに言うな。待て、ここ団長3人もいるじゃねえか。3人もいらんぞ。本当だ、3人。何代目何代目何代目ですか。私は13代団長エルビン・スミス。やかましい。最後のいらねえだろ絶対。いらねえだろ。14代誰だっけ。私が14代団長ハンジ・ゾエだ。ハンジ・エロカ、よろしく。そして僕がオーバーヘッド15代アルミン・アルレルト。アルミン・ラーハハ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 。いや、いや、これまずい。マジでダメ。マジでダメ。マジでダメ。今な。ミカサ、ミカサ乗る。なんだこれ。私の高級車だ。すごいなんか。エルビン、セダンを発見だ。何？お前乗り換えろ。了解した。お前のハンドにしたら。エレンを乗せてこのまま駅内に戻り。俺は獣の相手だ。あんた！すまん。みんな大丈夫か？大丈夫。です。あ、私だけ重傷。私だけ重傷だ。だから縛らねえんだってお前。世界観ぶち壊すなお前。お前のその情けない声でぶち壊しなんだよ。アンジー。なんだなんだリヴァイ。お前がアルミンにリヴァイコキ使っていいよって言うからな。
こいつあの日以来俺にタメ口なんだよ。めちゃくちゃ舐めてると思わねえか。マジか。タメ口はどうなんだろうね。俺全裏でいいって言ったのにさ。ああ、そこはあれだよ。寝てる時にね、気づいてない時にめちゃくちゃ悪口言っていいよと言ったけど。めっちゃ陰湿なタイプじゃねえか。何言ってんの。目標メールも。あれ勝ち次勝ち次勝ち次。エルビン団長ズラが入って。私に続け誰のズラだ。エルビン左に加速。間違えた。めっちゃいる。やったあれ、あ、まずい。ハンジやられてるぞ。私が接敵した瞬間、速攻でぶち込まれてしまった。何をぶち込まれた。何をあそこにぶち込まれてしまった。何を言ってるんだお前は。何を言ってやがる。何でもないさ。お前には言ってない。我々はいずれを突き破る。センシブ危ねってエルビー。お前ここに初めて聞いたよ。いた。あれ右どこ。右翼が巨人来てるぞ。3メートル級行かず、そのまま伏せてろ。やった、ナイスだ。ナイス。ハンジをやったやつがやったぞ。ハンジに注射撃て。ハンジに注射、注射撃て。注射。うわー、巨人化。お前も巨人化すんのかい。お前もすんのかい。エルビー、ムクの巨人になっちゃった。撃ってねえだろお前に。私結構でかく、ムクなのに30メートル級ぐらいしてて。すごいな。30メートルってどんぐらいか教えてよ。エレンの2倍だぞ。やばー。でかすぎだろお前。アリちゃん待って、アリちゃんの音をすぐ。アリちゃん、アリちゃん、アリちゃん、待って、久しぶりのデートだ。久しぶりだな、アリちゃん。地下室以来か。あー、待って、ちゃんと掃除して。色気あるな。すごい、何色気。アリ、お前なんか今日エッチだな。エッチだ。お、大丈夫か。 AWM だ、気をつけろ。なに、 AWM か。 AWM、 気をつけろ。 AWM があるぞ。アンジさ、何やってくれてんですか、ハンジさん。なんとかしてくださいよ。いいえ、何もしてない俺。俺じゃない。やばい、やりました。やった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 。ナイスナイスナイス。勝った勝った勝った。よしよし、勝ったぞ。勝った勝った。3位、それも不正。勝てるぞこの試合。何を思ってよ、お前。お前一番戦えねえんだから、アルミ。アルミン撃たれてる。今なんか取られてる。アルミンが弾丸撃ち込まれてるぞ。この試合勝ったらミカサと結婚するっすよ俺。おーやめろ、勝とう。なんとしてでも勝とう。フラグビンビンじゃねえか。すごいフラグが立ってるぞ今。ビンビンスミスなんつって、うん、やかましい。あ、目標9裏、目標9裏、目標9裏。165枚いるぞ。まずい、六角だ。エルビー、弾を少々くれないか。100発お前に託す。助かってよ、じいさん。獣の巨人を覚え、誰がじいさん。まあ僕たちからしたらリヴァイもおじさんだけどね。で、誰がのタメ口。申し訳ない、死んだ。ノリ、大丈夫。いつの間に死んだ。いつの間に弾末も上げ、調査兵、調査兵は弾末も上げるルールあるからだ。そんなルールあった。やったぞ。聞いたんだけど。うわぁ、やばい、遅れ来てる。アルビー起こした、俺爆発したんだけど。おーい、どーハンジさん、起こしてくださいよ。ハンジ、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 回復しろ。ハンジさん、回復、回復、回復、体力減ってる、体力減ってる、体力減ってる。誰か、ハンジ、ワナちゃんいけてるの。ワナちゃんいけてるの。ハンジ、回復しろ。俺、後ろ、後ろ、後ろ。注射、注射。あー、おすすめいいんだな。回復しようとしたらエルヴィン担いじゃった。ごめん。何やってんだお前は。お前まぶたは上下に揺らすんじゃねえ。地獄みたいな光景だった。最後まで見てくれてありがとう。面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくね。それじゃあまたねー。